樋口安斎から1917年11月11日は幕末、明治時代の徳島県の教育者。名は健造。現時元年、串淵村の自宅に寺子屋経営祭を開き、1874年に串淵小学校に開祖、1906年に退職するまで長く諸島、教育に携わった。日本手学者、北定吉の恩師。 天保13年6月7日、阿波国長郡串淵村に、一社、樋口西安の長男として生まれた。海元年1月から、父、西安より、修士、素読を習い、安政4年1月から、明東郡戸田浦の串子淵駒村、安政6年4月から富田登町の湯浅道助に、漢学を学び、岡本史文に、慶史学を学んだ。文久3年に教し、 父や寺島町の寺沢道安に漢方医学を学んだ。源氏元年1月、自宅に寺子や経儀祭を開き、村民に読み書きソロ版を教えた。1873年6月より、寺島町の安倍有紀きに大数学、幾何学を学び、アイザック・トドハンターの大数書を取り寄せて研究した。1874年4月20日、敬儀祭の熟者を利用して、 明東県牛志淵小学校が開設され、授業を担当した。当初は六年十二学級の生徒50から60人を一人で教えたが、生徒が増加すると1882年に、旧神宮寺本堂に移り、他の教員も加わった。1881年1月6日、父、西安が死去すると、代々の家業を立ちたくないとの思いから、副業として、医業を継いだ。 1875年5月5日、明刀県により二等授業生となり、1877年2月16日に三等、授業生、1878年5月1日に二等、授業生、1880年5月14日に五等、除群、11月29日に、小学順訓道、1882年2月1日に五等訓道、 1883年11月13日に4等、訓導。1885年8月4日、期限満了により教員補助となったため、1887年2月10日、小学館以下教員の資格を取得して19日に、授業生に戻り、1892年6月30日に、小学校訓導。1893年3月6日に、 徳島県内尋常小学校本科生教員となった。1901年4月2日、正式に串淵尋常小学校長に就任した。1893年に生教員となってから1906年に65歳で、ようやく恩給年限に達した際、高齢のため村長に退職を進められ、3月30日に医学退職した。退職後、村民により、 経議会が組織され、毎月小学校で講話を行い、また農業改良や副業について研究が行われた。1917年秋、病床につき、11月11日死去した。経議会はその後も活動を続け、1960年代に組織としては消滅したが、1967年、当時の会長が、串淵公民館館長に就任し、活動は、 公民館に受け継がれている。祖,祖父、西安が古木村から串淵村に移住し、祖父、文役、等西安と代々異業を営んだ。弟、陽節は、勝浦郡、芝生村、吉田家を継いだ。慶応年間、勝浦郡藩、谷村の忠田国田太郎の妹、禎田と結婚し、1867年に、実、1874年4月7日に、 形像、1879年1月19日に、歳二を設けた。1882年8月2日、妻貞が35歳で死去し、1883年4月9日に、長女、実も養成したため、1883年3月27日、長郡、坂の村の広沢岩吉の三女、重と再婚した。シは弟、妖節の妻の妹で、 若年で病により髪が抜け、根気を逃していたため、溶接不債により結婚が取り持たれた。1885年1月29日に生まれた、秀子は、1902年に坂の村の痛み茂みに嫁ぎ、千葉県に赴任したが、1903年冬、妊娠により帰郷中、12月12日出産の事故により死去した。着難。 慶蔵は1893年6月17日、辰江村の坂東広氏の長女、久美と結婚し、1897年1月13日に、長女、行司を設けた。1896年12月、志願して、不評第12連隊に入隊し、助隊後小8位不評勝位。1904年、日露戦争に、交尾不評第43連隊として出征し、 洋洋海戦で、負傷、10月12日の佐賀海戦中見固まり、石山で戦死した。17位、君六等校5級陸軍不評注意。1914年4月27日、勝浦郡政ひな村の山川全蔵の次男、孔一を、孫、行師の婿に迎えた。孔一は、安曽祭の希望通り医業を学び、1916年に、 愛知県医学専門学校を卒業し、徳島市住吉町場は南43番地に開業し、1917年11月24日、安曽祭から家督を相続した。ありがとうございます。